11月23日勤労感謝の日、取手市芸大通り商店会によるにぎわいフェスタが行われました。元の取手一中跡のグラウンドに特設ステージを作り、一芸大会やリンゴ大会が行われました。有名芸能人のショーもありました。会場の隣には本願寺という古いお寺があります。本田重次の菩提寺になっています。今回の行事を記念して、本田重次の鎧や金扇の公開が行われました。取手一中は野々井中に続いて今年廃校となりました。今回の行事は廃校後の校舎施設を利用する一つの方法となりました。これから取手でも公立小学校の統廃校が始まります。